ライブコミックス。あいつ、今朝の深見。ゆうちゃん、花嫁未満エスケープ第2弾前編。ただいま。おかえり。ご飯すぐ食べる？あ、大丈夫大丈夫、自分でやるから。はぁ、今日も疲れた。ゆうちゃんもここおいで。私たち本当にこれでいいんだっけ？うん、何もなかったみたいに普通に過ごして、私がここに帰ってきたのは昔に戻るためじゃないはずなのに。なんで？え？なんで？なんで私今違うの？触れられたくなかったんだろう。ごめん、ご飯の準備してくる。ねえ、待ってよ。なんで避けたの？ねえゆうちゃん、こっち向いてよ。俺、頑張ったじゃん。部屋だって綺麗にしたし、家事も全部やって、花に水もやったよ。ゆうちゃんはこれを望んでたんだよね。違う、そうじゃ。ゆうちゃんが別の男と会ってる時も俺たちのためだと思ってさ。ねえ、深見とどういう関係なの？やっぱ特別。キープってことね。俺がついてるって言いたくて。あ、なんで深見くんのこと知ってるの？ほら、やっぱり言えないような関係なんだ。俺の知らない顔なんかしちゃってさ。今まで私に関心なんかなかったくせに、こっちは久しぶりに隣に座ってどうしていいかわかんないよ。いつから手つないでない？いつからキスしてない？ナオ君の中で私はもうずっと彼女じゃなかったよね。それなのに今まで荒れ放題にしてた庭を知らない人が手入れしたからって急に執着しちゃって、私の気持ちなんか知ろうともしなかったんだから、知らなくて当然だよね。周りの友達は誕生日にプロポーズされたりしてどんどん結婚していくのに、自分は彼氏に誕生日すら忘れられてるし、結婚してもない彼氏の身の回りのことをするために家に帰って眠るだけ。はあ、毎日毎日終わりが見えないのに、私先寝るね。それが続くって耐えられると思う？それは他人だったら一緒に住んでられないわな。だから出てったの。別に頼んでないし。は？頼んでないって言ってんの！俺が一回でもスーツ片付けてって言った？お弁当箱洗ってって言った？結婚だっていつまでにしなきゃいけないって誰が決めた？何でもゆうちゃんのタイミングに合わせなきゃいけないの？自分のタイミングと違うからって何でも俺のせいにしないでよ。最初は喜んでやってたじゃん。家のことだって何だって嫌ならやらなきゃいいだろ。そうじゃない。私だって別に直くんに家事をしてほしいんじゃないよ。
でも今は片付けなきゃ、私の居場所がないの。家の中にも直くんの中にも。昔は直くんの中にも私はいたよね。思いやる気持ちも感じられたし、私だから一緒にいてくれてるって感じてた。だからいつかは選んでくれるって思ってたのに、いつの間にか直くんの中に私はいなくなって。優が一番好きだよ、優だから一緒にいるんだよ、優は特別だよって感じたかった。それだけなのに、もう直くんからは感じられない。だからせめて選んでくれたら、生涯共にする覚悟さえしてくれたら、私はずっと直くんといたかったよ。でも直くんと離れてみて、今直くんの思ってることも聞いて、はっきり分かった。待ってるだけじゃダメだったんだって。私はもう直くんとはいられない。ゆうちゃん、もう俺たち終わりってこと？ちょっと落ち着いて。待って、ねえねえ、この家にある私のものはもう全部いらないから。いらないって。さよなら、ナオ君。大好きだったよ。息切れしちゃうような年に一人だ、一人になっちゃった。いらっしゃいませと、1名様でよろしいですか？ください。お待たせいたしました。スペシャルジャンボパフェです。もしも、この先ずっと誰かの特別になれなかったとしても、こうやって自分のやりたいことを一つずつしていけば幸せ。そっち行っていい？こんな時間にどうした？しかも違うの、これは。元気だった？柏崎ってほんと甘いもの好きだよな。そうだよ、本当は甘いもの大好き。コーヒーだってブラックじゃなくてカフェラテが飲みたいし、ホットケーキじゃなくてクリームいっぱいのパフェが食べたかったし、いつまでも女の子に見られたいなとか、ウェディングドレス着るだろうしとか、太ったらもっと家政婦みたいに思われちゃうかもとかずっと我慢して
きなもの食べて、好きな服着て、何にも我慢しないで、好きなことして生きていく。じゃあ、俺も我慢するのやめようかな。俺は今までずっと心のどっかで柏崎の代わりを探してた。そんなのいないって分かってるのに。でも今こうやって目の前にいて、やっと触れられたらもう我慢できねえよ。もういいんだよ、私自由なんだ。2番目とか絶対ないから。彼女は好きとか嫌いとか誰かと比較したりするような、そんな次元の関係じゃなかったんだ。なんだ、もう過去形じゃないですか。違う、今はタイミングが合ってないだけで、落ち着いたらまた。松下さん、タイミングの重要性分かってないですね。私も今ならチャンスあるかなってタイミング見て仕掛けてるんです。そしたらぴったり。堀田のタイミングが合っててもどうにもなんないよ。俺は君を選ばないし、君以外の他のやつも選ばない。ずいぶん自信あるんですね。自分が選ばれないって選択肢は考えないんですか？彼女さんにとってもう一番じゃないかもって。女は捨てるときは一瞬ですよ。お子ちゃますぎる今彼と特別扱いしてくれる元彼、二人の間で揺れ動くアラサー女子のリアルラブストーリー、花嫁未満エスケープ、単行本第2巻12月15日発売予定。さらに大好評につきドラマ化決定。チャンネル登録と感想コメントもよろしくお願いします。後編の俺もう待つのをやめます。ユウを幸せにしたいから。